来月8日に静岡市で開催が予定されていた静岡マラソンについて、大会の実行委員会は中止を発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大が心配されるためとしています。今年の静岡マラソンは来月8日の日曜日に開催が予定され、1万4000人を超えるランナーがエントリーしていました。中には香港や台湾、中国など海外からも19カ国458人が参加する予定でした。大会の実行委員会は新型コロナウイルスによる感染拡大の心配があるとして実施するかどうかを検討してきましたが、今日中止を発表しました。ランナーやボランティア、そして沿道で応援される皆様のですね、健康と安全、これを考慮しまして大会の中止をするということを決定いたしました。大会の会長を務める静岡市の田辺市長は、非常に残念、安全を第一に考えた決定であり、ご理解をお願い申し上げるとコメントしています。県も今週末予定していたイベントの中止を発表しました。静岡市のツインメッセでは、土曜・日曜の富士の国食と花の都の祭典が中止となりました。また2月23日富士山の日に合わせて、山梨県と合同で山梨県富士吉田市で予定していた富士山の日フェスタも中止となりました。